秋山広志穂は、日本の政治家。千葉県柏市長。千葉県柏市生まれ。柏市立朝日小学校。柏市立柏第四中学校。菅も高等学校。筑波大学第三学軍国際関係学類。卒業。大学在学中。筑波大学助教授であった、秋の豊かな生き方に強く影響を受けた。1992年、外資系。 コンサルティング会社、ベインカンパニーに入社。1994年より宅配ピザチェーンのフォーシーズ、社長室長、同常務取締役を歴任。1997年、オーマエアソシエイツ設立に参画。同年、井上ビジネスコンサルタンツに参画した後、リバンプ等において、企業再生や経営コンサルティングに従事したほか、 在宅医療クリニックの事務長を務める。2009年11月1日に行われた柏市長選挙に民主党、市民ネットワーク、千葉県の推薦及び社会民主党の支持を受けて立候補。本田光一町と前衆議院議員の桜田義隆の支援を受けた前市議会議長の海老原久江、前市議の坂巻茂浦に候補を退け、初当選を果たした。 11月21日、市長就任。当日有権者数316,876人、最終投票率34.14%、柏市は千葉県内では千葉市に次いで借金が多いため、財政再建を図る一方、必要性の高い施策に関しては推進していく、方針を打ち出した。 2013年11月10日の柏市長選挙で2期目の当選。投票率は24.99%。2017年の市長選は11月12日に行われる予定であったが、第48回衆議院議員総選挙の影響で前倒しされ、衆院選と同じ10月22日に実施された。元市議長の坂巻茂浦に候補を破り参戦を果たした。 投票率は49.14%。2021年8月30日、記者会見し、四選不出馬を表明した。ありがとうございます。